こんにちは、九州山チャンネルのヒデです。今日は熊本県阿蘇に来ています。今回紹介する山は、阿蘇の最高峰、高岳を紹介したいと思います。画像の方ですね、見てお分かりのように、辺りはね、雪景色ということになっています。ここ2日ほど前にですね、寒波が来ました関係で、九州もですね、雪景色、見れる、時期となってまいりました。ということで、今回はですね、阿蘇山、登山口はですね、古房中の登山口ですね、阿蘇三条駅がある方角になります。こちらからですね、砂千里ルート、皿山経由で、高岳の方ですね、目指していきたいと思っています。まあ、今期ね、まあ、雪の中歩くのはね、前回の九十に、続いてね、2度目ということになりますが、まあ、今回はですね、厳冬期のね山も想定して、12本爪アイゼン、そしてね、ピッケルの方も、持参してですね、歩行の方をしてまいりたいと思っています。現在気温の方はですね、マイナス6度ただね、風がね、まあそこまでね、強く吹いていません。だいたいまあ2メートルぐらいですかね。まあ最高でもね、風速7メートルほどということになっていますので、この後ね、あんまり強く風が吹かないことを祈りたいと思います。現在ですね、阿蘇山の方噴火レベル2ということになっていますので、砂千里そのものはね歩くことできずに、皿山ルートですね、砂千里の、一段上のね、コースを歩いて、高岳南方の方にね取り付くことになります。それでは、雪景色の阿蘇山どんな景色になるのか楽しみです。ではレッツゴー。
サラヤマルートの方ですね、登山口の方、到着いたしました。ここからね、もういきなり、ほとんどね、一人、通過した形跡が、あります。まあ多分昨日歩いてると思うんですが、その他ね歩いてよいないようなので、トレースがねほとんどない状態です。で結構ね、積雪はだいたい15センチぐらいですか。吹き溜まりの方はねもうちょっとあるかと思いますが、もうねここから、アイゼンをつけていきたいと思っています。では後ほど。はい、今回使用するアイゼンは、ペツルのセミワンタッチ、12本詰めのアイゼンですね。後ろはコバですね、ありまして、フロントはですね、バンドで固定するような形になっています。あとね、簡単なやつは完全な雪山用であると、ワンタッチアイゼンっていうのね、フロントに金具がついたようなのもありますが、このねセミワンタッチアイゼンの方がねバンドで、引っ張るので、まあある程度のね、登山靴には対応できるような形になっています。私の、まあサイドにはですね、雪をまとった、烏帽子岳ですね、阿蘇合格の烏帽子岳が綺麗に見えています。いやー綺麗ですね。もうこれ以上ないというぐらいの、素晴らしさです。それというのもですね、まだね稜線じゃない関係で風がねほとんど、今吹いていませんね。ただね、阿蘇山の、噴煙の方はね、北風によって結構流れている感じなんで、稜線出るとねかなり、風がねあるかと思います。では後ほど。出てくると風が強くなってきましたので、ただのね、よろしくお願いします。
3,303m いただきました。この皿山からはですね、近くのね、草千里方面、烏帽子木島、大城岳、中岳高岳の方はね噴煙でちょっと遮られてますね。南外輪山の方ですね、私の背後に見えていますが、こちらの方はね綺麗に見えています。これからね時間とともにまたね、視界の方広がってくるかと思います。それではですね、皿山山頂からのパノラマお楽しみください。山頂から、皿山分岐、そして、砂千里方面ですね、向かいたいと思います。では後ほど。現在ね立ち入り禁止区域になっているので、その上のね、まあ尾根道っていうかちょっとねこもり上がった他のルートでね、立ち入り禁止、入らないようにしてね中だけ向かいたいと思います。下の方へ下ってくるとですねもう視界がだんだんね、効かなくなってきて、結構ね、噴煙が、北風に乗ってね、押し寄せてますんでちょっと目が、ちょこちょこするのと、やっぱりね、硫黄のね、ガスがね、有毒ガスちょっと薄いのが来てますので、あんまり吸わないようにしてね、歩行したいと思います。では後ほど。
現在ですね、砂千里から、南岳、中岳方面にね向けて、谷勢の道をね上がってきています。こちらね、ちょうど、谷間ということでね、風が防げているような状態ですね。ただね、日陰になってますのでね、気温はちょっと低めですね。もうすぐでですね、岩尾根、の方へね上がっていきます。尾根に上がると日が当たって、またね風の方もね出てくるかと思います。まあなかなかね、雪山もね、衣服の調整、体温調整ですね、大事ですね。日陰で寒いところではね、まあ、こういうジッパーですねフルに締めて、風よけしてていいんですが、まあ登り出すとね結構暑くなったりするので、やはりね冬山も重ね着でね体温調節、なるべく汗をね、中に溜めないようにした方がいいですね。ちなみにですね、今日は、パンツの方ですね。パンツはまあカッパでもいいんですが、私の場合はですね、雪山用の、ハードシェルパンツですね。雪でも雨でもいいようなね、履いています。今回はマムートの、ハードシェルのパンツですね。そして、上はですね、インナーに、アークテリクスのね、LT フーディでしたかね、中にね化繊の綿が入ったやつですね。そして、一番上ですね、外には、ミレーのねティフォン5万の、これはね雨具ですね。まあ九州ではねなかなか雪山用のねハードシェルのねジャケットっていうのはねなかなか使いづらい部分もありますね。はい。ちなみにねこの中のね、アークテリクスの、LT フーディなんですが、化繊の綿なのでね、行動中も着ることができますね。ダウンとかだとですね、どうしてもね、汗かいてくると、濡れたりね、雪で濡れたりということで、なかなかね着てると暑いし脱ぐと寒いということありますが、このね化繊の綿の部分はですね、まあ着たままね、行動着として使えますね。でこの LT フーディはですね、正面と背中とかね、腕はね、シェルになってます。まあナイロン系になってるんですが、サイドの部分とね脇の下のところはちょっとまあフリースの、まあストレッチの効くフリースの薄手の部分でね、作ってありますので、まあ汗のね抜けがいいのですごい快適ですね。という感じで、雪山はね、日陰と日向、そしてね、雪が多いとき少ないときでねだいぶ汗のかき方もね違ってくるので、まあ重ね着で、ある程度ね中に、汗をためないようにした方がいいです。そしてグローブはですね、まあ、グローブもねインナーと、まあオーバーグローブとかねいろいろ何種類か、お持ちになった方がいいですが、今回はねまあそこまで寒くないと思ったので、これはワークマンプラスのエイジスシリーズですかね。中にねちょっと化繊の綿が入ったような感じのものですね。そして、私はね、冬山雪山行くときはね必ず、北海道ですね、持っています。このねグローブの中にですね、まあちっちゃいね、北海道入れてるとねすごい暖かいんですね。ちなみに、私がいつも愛用しているのは、キリバイだったかな、キリバイのマグマというやつね。こういうちっちゃいのをね、グローブの中に入れてて、まあそんなね細かい作業しないときにはグローブの中でこうグーグーとねしてると、まあ、指先とね、手の内側の方ですね、手のひらの方すごい暖かいんでねなかなか重宝します。まあ寒い時期、まあ夏もね、結構ね、低体温症とかになるので、まあこういう回路ね、ちっちゃいやつと、まあ、大きいやつとね、まあ、持っておられるといいかと思います。ではの
と。いやー最高です。真っ青な空に、雪景色がね、映えますね。南岳、手前のね分岐のところに到着いたしました。私の背後にはですね、阿蘇山最高峰、高岳、そして左の方少し低いところに、中岳ピークが見えています。とりあえずね、南岳、私のねすぐ後ろですね、ちょっと逆光になってますが、南岳寄ってから、中岳へ向かいたいと思います。では後ほど。ちょうどね、私、こちらの方向ですね、先ほどまで、猫岳山頂付近でガスに覆われてたんですが、現在ね綺麗に見えています。その他、傾き山の方も綺麗に見えています。ではね、南岳山頂からのパノラマお楽しみください。経由でね、今いるところは中岳、標高は1506メートル、いただきました。
いやー絶景です、これから進むね、高岳の方もね、稜線綺麗に見えています、ちなみにね稜線の縦走路はやはりね風で雪がほとんどね、飛ばされている関係で、まあ、うっすらと雪化粧といった感じですね。ではね、高岳山頂からのこのままお楽しみください。稜線はですね、風がまあ2メートルぐらいですかね、まあ、時折少しね強い風も吹きますが、まあ、それほどね、まあ、ピッケルで台風姿勢取るほどの風はね全く吹きませんね。とりあえずね、ピッケルの方も持ってきましたが、まあ、今回はね、使わないで済むような感じです。では後ほど、遠くに、九十連山の方が見えてきましたね。意外とね、九十の方も、標高が低いところあんまり雪はついてない感じですかね。まあそれともか、まあ風で雪を飛ばされたかっていう感じですかね。いやー、それにしても、雪景色最高です。南岳から、谷沿いの道ね、岩ころころのところ用心して下ってきて、現在地点はですね、砂千里の、取り付き点のところに下ってきました。いや相変わらずね、阿蘇の火口の方は煙がもくもく湧いておりますが、途中はね結構横にね移動してたんですが、結構ね今煙の方が、縦にね、上空の方に、ね、上がっていってますんで、まあ、噴煙はねさほどでもないですが、風向きによってはねかなり火山灰の方っていうかね、まあ、煙ですね、これがね登山道の方に入り込んできますので、まあ、なるべくね、有毒ガス等を、吸わないようにね注意が必要ですね。ではね、この後また、皿山コースで、登山口の方ですね、スタート地点の方へ戻りたいと思います。では後ほど。
スタート地点のフルボーチュの登山口へと戻ってまいりました。今回ですね、雪の阿蘇山、皿山経由で、南岳、中岳、そして、最高峰の高岳と、いうふうにね巡ってまいりましたが、いかがだったでしょうか。山頂稜線からはですね、360度の、大パノラマ、堪能できてね、遠くはね祖母山などもね、見えていて、あと九十連山などもね見えていました。今回はですね、今季初の、12本詰めアイゼンしようということで、まあアイゼンワークのねトレーニング参考的な、感じでねやってまいりましたが、積雪の方はですね、まあ、全体的にはまあそれほど多くはなかったですね。はい、稜線は風でね飛んでしまう関係で、まあ3センチとかそんな感じですかね。ただですね、皿山前後ですね、吹き溜まり等は、30センチからやはり45センチぐらいのね、積雪ある場所もありました。いやー楽しかったです。今回ですね、まあ雪山紹介させていただきましたが、やはり雪山というのはですね、まあいろんな面でね、リスクがありますので、行動にはね十分、余裕を見てね、計画を立てられた方がいいですね。はい、ということで、私の方もですね、個人ガイドをやっておりまして、初心者の方から、上級者の方まで、オールラウンドにね、活動の方しておりますので、まあ、もしね、個人ガイド等、興味がありましたら、概要欄の方ね、見ていただくと、よろしいかと思います。ということで、今回の、動画良かったよ、参考になったよと言っていただける方は今後の励みもなりますので、高評価ボタンお願いします。そして、この後もですね、素晴らしい、自然の映像、山の映像をお送りしたいと思いますので、見逃さないためには登録ボタンお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。